はい、皆さんこんにちは、まいちくです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。現在2週間にわたるボスバトルですね。皆さん楽しんでおられるでしょうか。僕は、今回のイベントを5000以内でね、あのスープラくんですね、スープラちゃんゲットできるというところで、まあ現在これぐらいなので普通に走っていけば、なんとか入ることは可能でしょうというところで、ちょっとねこちら見ていただきたいんですが、はい、僕が現在所有しているパーツレアリティごとですが、このねトランスミッションこれは23で、あとはほとんど、まあ、22で止まっているんですよね。でこのエンジンですね、21なんですが、普通にねこれサイズ20とか19とか18、あって普通に22までは持っていけるんですよね。ただね箱、できればあの白い箱、まあ、せめてあの黒箱ですよねが欲しいなというところで、でもなかなかゲットできませんよね。ところが今回ねいろんな意見が交錯しているこのね交換所、ついにボスバトルにもやってきましたねというお話ですが、まあ、400メダルは少なすぎますね、これはね。もう一つ嬉しいところとしてはこのスピチ系ですよね、まあ補助犬ですが、これをゲットできる、つまり、あちらを引くことができるというところ、今日はそちらですね。まあこのスピチ系 EX、 そしてこの確定、そしてこの 30%、 そしてこの補助犬、先ほど言ったやつですねありますが、こちらは1万枚で1回確定で出る引き方、そしてもしくは 10%、 1回1500枚で引く引き方、まあパーツ育成に必要な黒箱がね、これ言い方を変えれば9割ゲットできるということですね。なので今日は主にねこのスピチ系、こちらの方補助犬を引いていくのと、それだけでは楽しくないので、まあ、この1枚しかないこの大事な大事なねこの EX ですね、エクストラかな、このスピチ系オーダー EX も引いていこうと思います。まあ狙いとしてはね、これ車両でもなく黒箱だったりするわけですが、それでもワンチャンこの 10% で星7車両が出てきたりすれば、それは間違いなく神引きでしょう。これ2万6000枚以上あるので、まあ、確定で1年引いてね残りをこちらということもできますが、ここはせっかくなので全て 10% で引いていきましょう。それではまず最初の10年車両出てくれるのか。はい、まずは普通のこの音、ありがとうございます。黒箱ですね、本来出て嬉しい黒箱、僕にとってはこれが嬉しい。さて車両が来てもいい、まあ、音で分かりますからね車両が来た時は。これ何回かねやってますけど、まあ、やっぱりね 10%といえどもほとんどね黒箱ですね。やっぱりそれだけね 10%、 5% といったら当たりにくい確率だということです。全て黒箱かな。いや1台ぐらい来てくれると思うんですよねこれね。まあこれ10連引いたとしてもまだ残りありますので、そちらにかけることもねできますが、まあこんな感じですね、全て黒箱。ただこの並びも素晴らしいですよね。箱が欲しい方からすればこれはよだれもののね並びとなっています。はい、ただまだ7連引けるというところで、これも全て引いていきましょう。ここでね1台ぐらい 10% なので1台ぐらいですね、17台引くわけですから確率としては出てもおかしくないというところでしょう。さあ、いや聞き慣れた音しかしませんが、まあ、黒箱ですね。いや嬉しいですよ、嬉しいけど来ないか。いや最後に来てくれる、いや音が変わんないな。そうですか、いやほんと変わらない。まだあるかな。あ、ラストでしたね。ということで
このスピーチ系補助犬 10% 17連ですか、引いてみたところ、結果すべて黒箱というところで 10% は嘘かななんてね、気持ちもしますが、まあはい、パーツ育成にはありがたい。そしてここで終わってしまって面白くないというところで、まあね、この確定のスピーチ系は貯めていつものように、今度引いていくとしてですね、こちら EX ですね、星6車両星7車両の確率がアップしているというところです。しっかり確認することがないかもしれませんが、この機会なので星7が 0.2%、 そして星6が 0.364 というのが普通のスピチ系ですね。で EX になるとこれが 0.4、 そして 0.727 というところで、この確率アップというのは普通のスピチ系から EX になると、この星6星7車両の確率が2倍になるというところです。はい、それではこれ1枚しかないので大事に引いていきましょう。僕が持ってない星7車両としてはですね、これフェリオスもこの前当たりましたので、スズメバチのゴールドエディションもしくはシラルイですね、この2台のいずれかが来てくれたらもう発狂ですね。はい、それでは大事な大事なこの1枚しかない EX 引いていきましょう。黒トレが来ることを望んで、赤トレ出てくるのは、おお、いいですね。これは僕としては大好きな、しかも星6プラプラで止まっていたので、これはいいんじゃないかな。少し見ていきましょう。はい、こちらですね、この TBR だったかな、でゲットできたワルプルギスですね、911、僕の大好きなポルシェですね。これ少しねロケスタが難しいんですよね、正直。なので僕はあまりね実戦投入はしてないんですが、まあ、見た目とこのポルシェというところで本当にね大好きな車ではあります。そしてカーボックスやってきましたが、実はこちら、はい、ハイスペック車両のところにですね、まあ、これ合成できるものがいくつかありますが、こちら側にねあるんですよね、これ。はい、この子実は星6プラプラにねしているわけです。ということでこのワルプルギス、はい、せっかくなので今回はこちらに持ってきてですね、はい、ここにありましたね、こちらお気に入り登録して、でこの子設定すると、まあベタベタにね下げて、このようにスタンス仕様ですね、ハの字書いてますよね。ただこれどうなんでしょうね、やっぱり合成すると元のノーマルのこの車高に戻ったりしてしまうんでしょうか。一応合成していきましょう。これで星7車両が増えるというところですね。はい、こちら。はい、それでは皆さん、まだアイレベ29ですが、なかなか乗ることのないこの車両ですので、星7車両を今回ね、一つ増やしていこうと思います。グレードアップ。はい、このように1台増えました。911ターボ930。ワルプルギスですね。星7となって生まれ変わりました。ではここで確認していきましょう。エクステリアを見れば一発、はい、変わっていませんね。これは嬉しいですね。今までグレードアップするたびにこれ変わってませんでしたか。1からまたねグレードアップするたびにこれ車高設定していると結構合成すること自体が億劫になったりしますので、これはありがたい。まあこういうお知らせも来てたかもしれませんが、見逃していたのかもしれませんが、こちら図鑑でせっかくなので見ていきましょう。もうアイレベル上げているので、アイレベル上げていない状態で、確かめていきたいと思います。当時はあの車両出て嬉しかったですよね。こちら、はい、星6ではこのような形、そして星7にすると高速が3212、加速1804、ハンドリング3360のニトロ4426というところで、まあもちろんね星6ベースで戦闘力も640、702のねキリンと比べても62の差があるというところで、まあ、全体的に下がっても仕方ないわけですが、まあそれにしても加速も1800台、2000には遠く、そしてハンドリングもね低いですね。まあニトロだけどっしりと構えているという感じで、ステータス構成としてはいいとは言い切れませんね。それでもこの星6ベースですね、そしてステータスを見ていくならばですね、まあこの悪魔の Z 水彩バージョンならば加速は1389とかね、まあ、この辺りは結構
低いですが、まあ、やはりねこのサーバルキャットとか、加速1622ハンドリング3426、まあね、いい車両ですね。まあでもこのようにラピュセルとかと比べても加速ハンドリング、このねアルプルギス勝っているというところで、まあ、星6ベースで見ていくととんでもなくね、使えない車両というところではありません。まあ、ただやはりハンドリングとか、そこら辺を見ていくと星6ベースの車両でも、バカにできないステータスを持っている車両っていうのは最近ね増えてきているなという印象ではあるかと思います。まあ僕のねこのポルシェ930好きというところで、このワルプルギス見た目として大好きな車両というところです。そしてやはりね星7車両のコレクションが1台増えたというところです。ハイスペックの星7車両が増えるとやはり嬉しいですね。まあ、カーボックスにもありますが、レアリティ順に見ればこんな感じですね。パーッと見ていけば星7が1台ここに増えましたという感じですね。はい、ということで、まあ現在開かれているボスバトルの合間に、交換場というものがねやはりボスバトルにも来て、まあ、ボスバトルを一番走る理由っていうのは累計回収後にね、車を育成するため、まあ、育成っていうのはグレードアップですね、するために必要なメダルが、走るたびにポイントごとで、延々とね稼ぐことができるというところで、やはり走る気力がね保たれていたというところは大いにあるわけなんですが、まあ、それが断たれてしまったというところで、少しねこのイベントに参加する気持ち失いかけてる方はたくさんおられたかと思いますが、まあこの交換所のスピーチ系補助券だけでもね最低限、確保すれば、まあある程度のクラハコをゲットできるというところで、そしてまあこのね、今回はパワーの悟りですか、この辺りはしっかりゲットしていく価値はあるかと思います。まあとは言ってもね、やはりカーメダルがゲットできなくなってしまっては全く意味がないと思いますので、運営さんそのあたりもう一回ご考慮いただければと思います。そのあたりは皆さん同じ気持ちではあるかと思います。はい、ということで今日は、このねスピリッツチケット補助券と EX で当てることができたワルプルギス、まさか来てくれました。そのおかげで星7にすることもできましたので、まあ補助券だけではねつまらなかった動画も一応花を添えることができたかと思います。はい、ということで最近ねネタ不足で、そしてちょっとねやる気モチベーションが下がってきている中でしたが、約1週間ぶりなのかな、ドリスピ動画上げることができました。皆さん最後まで見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。